カトリック・松戸教会は、千葉県松戸市にあるカトリック東京大使教区の、教会及びその聖堂であり、教会同盟は、大天使聖ミカエルである。明治10年代から、千葉県東葛地方には、パリ外国宣教会の司祭たちが、松戸、流山、柏などで宣教し、多くの信者家族が生まれていた。しかし教会は遠く、また司祭は年に数度しか訪れないため、 新都は沿線に教会ができることを待ち望んでいた。そこで1949年、土井達夫が、たびたび、統括地方巡回をしていた、荒井勝三郎に対して、松戸に、教会設立のための土地を探すよう指示した。主事の選択の結果、翌1950年7月、松戸駅前にある、高山中段の地に、教会制度を建設し、土井達夫大司教によって、 剣道式が行われた。1972年、松戸市の駅前再開発に伴う区画整理のため、現在の場所に移転を決定し、12月に、白柳聖一大司教式で、剣道式が取り行われる。2015年、剣道65周年を迎え、守護者、大天使聖ミカエルの祝日に、剣道65周年記念ミサが、 バチカン中日教皇大使、ジョゼフ・チェノット大使教式で行われ、教皇フランシスコより、使徒的祝福を受ける2017年、ファティマの聖母、マリア出現100周年の記念で作られ、教皇フランシスコに祝福された、ファティマの聖母像が安置される。2020年より、東京大使教区の入門講座が行われる、指定教会となり、教区から派遣される、 カテキスタによって行われる入門講座が開講されている。アクセスが良いことから、小教区の神徒は、千葉、東京、埼玉、茨城に広がっており、東京大市教区でも神徒数が多い教会である。また、日本語によるミサだけではなく、第2週日曜日には、英語、第4週日曜日には、タガログ語のミサが捧げられており、 千葉県北西部地方の外国人信徒が多く集まる、教会にもなっている。10月に行われるミカエルサイバザーは開放されており、敷地内に併設された聖ミカエル幼稚園の、府警指定や近隣の住民で毎年賑わっている。ありがとうございます。